さあルミナさん、これも楽しみな試合ということになりますね。そうですね、もうロンダ選手一発もありますしね、はい、岡田の方は病気もあって10ヶ月ぶりの公式戦ということになります。さあホーンが鳴った。第4試合バンタム級 61.2 キロリミット3回戦3ラウンドで行われます。さあまずはゆっくりとしたスタートになるのか。センターを取ったのはロンダ。さあ岡田の顔面を狙っていくか。まずはローを蹴っていく岡田。少しずつ、うっとジャブが入った。岡田の左、もう一度左。宇野選手このジャブいいですよね。そうですね、ただロンダ選手はこう右をやっぱり狙ってる感じですよね。落ち着いてますよね。さっきウォーミングアップの時も結構なんかこうカウンターで合わせるような練習をしてたんで、まあリミナさん終わるとなると一発っていうこともね、はい、十分。いや結構プレッシャーだいぶかけてますよ。ここですね、金網越し、金網線にしちゃってるんで。そうですね、先ほどロンダがセンターと言ったんですけど、でもうまい、これはうまい、これはうまい。この辺りは鍛えられています岡田亮。テイクダウンになるか、頭を金網に預けるか。今だったロンダアクリ。さあ平さん、はい、まあ、立ち技でかなりプレッシャーをかけていたロンダですが、岡田選手強いしうまいですからね。ロンダ選手のはまだシュートではそんなに見てないので、はい、こういう状態からどう戦うのかなみたいなのが逆に楽しみです。去年10月のウォイフルスイングとの戦いでも、まあ、両者の持ち味を出そうという気持ちだったんですが、ね、はい、あと一歩あと一発というようなね、なかなかファンの目には消化不良にも映った試合でしたが、まあ、すごい一発入りましたけど、はい、まあ、ちょっとそうですね、ウォイの一発をもらったロンダでしたけれども、結果はドローに終わっています。そこから7ヶ月空きましたロンダアクリ。さあもう一度テイクダウンになるか岡田亮。ここはルミナさん、立たせないでまずレースをつかみたい岡田でしょうかね。そうそう、岡田選手が総合力があるというイメージなんで、はい、だから総合的に削ってやった方がいいんじゃないですかね。ロンダ選手はもういち早く立つと、はいはい、ここのコントロール非常に岡田選手うまいですよね。いいですね。金網に押し付けたり相手のバランスを崩したりですね、足をうまく引っ掛けて倒したり、はい、まあ、あとはホールドするような感じですね。その間に削ります。おう、パンチを出したロンダ。相手の背後から足をかける。うまいですね。脇からパンチが当たっています。おう、これは入った入った入った、ちょっと効いてます。効いた岡田岡田やったロンダの顔面を粉砕。いや、いい角度からパウンド入ってましたね。あの最後は右でしたけど、はい、左からの一発も、ね、はい、細かいパウンド絶妙な角度でね、ホールドしながら、はい、脇の下からですから ねうまいよね。いや、宇野選手こういう戦いというかこういうタッカードもあるんですよね。そうですね、この頃にはもう意識が結構怪しい。はい、すごいな、うまい。どうですかね田原さん、はい、この形でナックアウトこれだけ短い時間でしちゃうんですね。うまく手もコントロールしてますからね、左手で。あ、左手のね、はい、ディフェンスさせないようにね、ね、はい、うまいです。手首とか腕をしっかり持って うまくホールドして、はい、いや恐ろしい岡田が帰ってきたか。